こんばんは、DD 猫ちゃんです。やりやり、今夜も DD キティ TV なんだの時間です。あ、そうだ今夜も DD キティ TV の時間です。週刊 DD とカメラマンさん、久々に週刊 DD はなってませんけど開始します。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと声張ってくださいね。はい、いや今ね、三井住友アウトレット見えてませんよ三井住友アウトレットパークの帰りです。三井竜王そうやった。疲れた、疲れましたよ。女性陣の皆さんどうですかね。アウトレットとか、まあ、買い物とか、まあ、行くときは、まあ、人によって違うと思うけれども、なんて言うんだろう、お店行ってすぐ買うタイプですか皆さんは。どうでしょう、カメラマンさんはね、カメラマンさんの買い物スタイルっていうのは最初ぐるっと全部回ります。いや、だいたいみんな普通そうやと思う。だいたい目星欲しいものをだいたいチェックしておいて、もう一回戻って買うというスタイル。いや、みんな一緒じゃないかな、それは。多分ね。で、今ね、時期的に今日11月の何ちゃったかな、今日、21、うん、ちょうど冬物なのかな、置いてあるのか。そうです、うん、で、今回カメラマンさんが狙ってた商品っていうのはニット、はい、あと何だったかな、ジーンズ、うん、もう一個コートは特に考えてなかったかな。あとなんかちょっとあればなと、タイトスカート。あ、タイトスカート、うーん、もうちょっと目指しながらちょっといろいろ探してたんですけれども、なかなかいいのがなかったね今回はね。そうやね、うん、ピンとくるのが、うん、いつもだったらね、大体もう、あ、いいないいなっていうのが大体ね、うん、いくつかあるのね。あって、でそれを、ね、どうしようか、どうしようか、あっちがいいかこっちがいいかっていうことなんですけど、今回はその、ね、種類がそんなにいいのがなかったんでね、思ったよりなかったね。なかった、いや、でも楽しかったね買い物。楽しかった。1年ぶりの買い物がすごい楽しかった。で、今日はね、土曜日なんですけど思ったより空いてた。やっぱりあれかな、コロナの影響で。そうね、皆さん自粛してるし、売り子さんの人たちもあんまり声は昔よりは張ってなかったよね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませっていうのは、呼び込みの声は少なかった、ね、少なかった、まあ、してたかもしれないけど小さかった。だいぶ変わっちゃったね、もう本当に変わっちゃった。でも3連休の今日初日、だから明日ぐらいもしかしたらね、もっと混むかもしれない。で、もともと当初はね、今回お昼ご飯、その竜王のアウトレットでご飯食べる予定だったけれども、急遽サービスエリアで、まあ、食べました。で、まあ、理由はアウトレットが混んでるからだろうと、ね、急んで行ったはいいですけど、待たないといけないかなと。そしたらもう12時の段階でもうガラ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 、まさかの、まあ、明日以降はちょっとわからないですけどね。いや、久々のアウトレット楽しかったな。楽しかった。どうなの、ストレス発散とかになるのかな、買わずでも見るだけでも。まあ見るだけでもなるのはなるかもしれん。でもやっぱり買うのが一番のストレス発散かもしれない。まだいくらあっても足りない、ね、足りない、ね、一つ一つの商品はね、アウトレット、まあ、アウトレットといっても高いブランド物のお店もあるんですけれども、まあ、大体ね、カメラマンさんがちょっと行くのはまあちょっと安めのところなのかな。で、一つ一つの商品はやっぱり3000円とか4000円とか5000円なんですよね。そうか。で、ブランド品の店でもアウトレットっていうからには通常より安いんだね。通常よりは安いけど、もともとが高い。ただもうちょっとバーゲンをしてるかなと思ったら、まだちょっと早かったのかな。バーゲンしてなかったのがちょっと、バーゲン、バーゲン 70% オフとかそんなんがなかったのかな。それと何、
楽しかったな、はい、久々に楽しかったです。ただね、敦賀からねちょっと遠いんですよね。とはいえ敦賀の人たちは苦じゃないんだよね、このぐらいの距離は普通、うん、高速使って1時間ぐらいなら、まあ、行動範囲かなっていう十分な。そうなんですよ、で DD ぐらいのレベルだとね、やっぱもともと名古屋で住んでましたので、まあ、1時間っていうのはねちょっと移動距離としては辛い時間なんですよね。車でね移動しなくていいんですよね、あっちの方はやっぱり地下鉄だったりバスだったり JR だったりというのがやっぱりもうありとあらゆるところに、まあ、東京の方はね特にそうなんでしょうけどね、名古屋の方でも、まあ、ある程度整備されてるので、まあ、楽は楽ですよね。いや、アウトレットの話でした。疲れた疲れた、もう足が今日久々に疲れた。いい運動になりますよ。行ったりこっち行ったり。でもどう、あれ、よくね、まあ、イオンだったりとかもそうなんだけど、結局お父さんが結構ね、あとソファーとかベンチに座ってる見るでしょ。やっぱ一緒に奥さん方とかやっぱり回ってないんだね、あれで見るとね。もう好きなとこ行ってこいって感じかな。ね、それはそれでどうなのかな。リリーのね買い物スタイルはね、カメラマンさんにぴったり後ろについて、ぴったり後ろにマークして。で、試着するときはですね、羽織物に関してはささっとカバンをお持ちしてですね、さっと今着ているコートをお預かりして、カメラマンさんは、新しいお洋服を試着するとっていうのがスタイルで、リリーはですね、執事のようにズボンの試着の場合は試着ルームまでべったりついていくと、場合によってはですね、試着ルームに入ることもあります。ドン引くんじゃない、入ることもあります。で今日はね、試着ルームの、ね、写真をねこっそり撮りました。こっそりってのは、ね、まあ、バレてたんですけど、まあ、楽しいですよね、やっぱお洋服は。今度はあれまたイオン行きたいな。何イオン、彦根イオン、これはイオンなかったかな、草津か岐阜のモレラか。草津はでかい、草津でかい、でもね、昔は、まあ、DD もね、カメラマンさんも、まあ、飲食店の関係だったんですけれども、まあ、そのため、まあ、デートをするときは平日だったんですけれども、今はね、もう DD も土日休みの仕事を見させていただいてますので、やっぱ土日は混んでるね、どこも。混んでるね、混んでる。平日はその分楽やったね。そう、全然違う、どこ行っても空いてたもん。その代わりに、まあ、大抵そういうところでやるのはイベントがやってるので、そういうイベントには参加はできないけれども、まあ、それでももうやっぱメリットは大きいですよね、平日お買い物に行けるっていうのは。いやー、そう、イオンでもね、さっきの草津のイオンの話でも、まあ、土曜日日曜日行ったら混んでるよ。すごい人やと思う。そう、道も混んでるし、駐車場も混んでるし、混んでるし、ご飯食べようと思っても並ばなあかんし、そうなんですよね。そうやって考えると何がいいのかな。そうだな、そうやって考えると何がいいのかな。土日仕事で平日休みの方がいいような気も、いい面もあるわね。たまに平日休む、休みもらえるとこうのんびりできるかなっていうのは。しょっちゅう有給使って休むってわけにもね、いかないし。そうだな。でも大抵サービス業だとね、土日仕事、平日休み、年末年始をほんでなきゃいけないとかなっちゃうもんね、結局はね。そうだね。なるほどな。でもそれを私も十何年間、あ、まあでもね、お正月で出たんだ、そんな生活してたね、ずっと。5年ぶりの正月。
末年始はどちらかというと無駄に時間を過ごしてた、まあ、ゲームばっかりやってたりとかっていうような正月だったんですけど、まあ、今年はね、今ちょっと YouTube の関係があるのでやっぱある程度予定を組んで、まあ、タイトにちょっとやっていきたいな、過ごしていきたいなとは思ってますね。どうなるかな、あっという間に終わっちゃうね多分ね、年末年始あっという間だと思う。いやでも寂しい年末年始になるかな。カメラマンさんがね遊びに来てくれたらいいんですけど、カメラマンさんもねちょっとこれから忙しくなりそうで、どうやらちょっと参加していただける日数が減るので、どうだろう、もう習慣っていうのはちょっと厳しくなってくるかな。忙しくね、なればどうなるでしょうね。まあゆくゆくは月間カメラマンさん、 DD とカメラマンさんになるのか年間 DD とカメラマンさんになるのか